スペンサー・チュニックはアメリカの写真家。彼は大人数の裸の人々が芸術的な編成で姿勢を整える姿が特徴の写真で有名である。それらの写真ではあまりにも多くの人間髪を寄せ合って写真に収まるため個々の裸体は抽象的なものとなる。インスタレーションという技法を用いて世界中の都市で撮影が行われることも少なくない。また、 郊外の森林や海岸でのインスタレーションも行われており、さらには個人撮影や少人数の撮影もたびたび行われている。チュニックはニューヨーク州のミドルタウンで生まれた。1988年、エマーソン大学で芸術学士を取得した。1986年、イギリスのロンドンを訪れ、バス停での撮影を観光した。 ロンドン南部サザークのダリッチにあるアレンズ校の下級学校の行動で多数の写真を撮影した。1992年からチュニックはニューヨークの公共の場における実況方式のヌード撮影を開始した。そこでは写真の他にビデオ撮影が行われた。彼の初期の作品といえるこの年代の写真は現在知られているような大集団のインスタレーションでは なく、少人数の集団の中にある、個別の裸体に焦点を当てている、より親密な映像であった。この後、彼の写真は一気に人気を集め、アメリカの他の州に出かけていく。1994年までには、アメリカを含め様々な国の65カ所を超える場所に、関連づけたインスタレーションを企画し、撮影を行った。チュニックは、世界中から賞賛を集め、 次に挙げる場所での撮影を行った。ブルエ、ブエノスアイレス、バッファロー、ロンドン、リオン、メルボルン、モントリオール、サンセバスティアン、サンパウロ、カラカス、ニューカッスル、ゲイツヘッド、ウィーン、デュッセルドルフ、サンティアゴなどである。イーストナーキャッスルで行われた、ヌードインスタレーション1992年から、スペンサーチュニックは、ニューヨークにおける、 野外撮影の罪で5回逮捕されている。毎回、逮捕後すぐに罪は軽減されている。アメリカのホームボックスオフィスチャンネルのドキュメント番組、裸の週、裸の世界、積極的な裸に3回にわたり取り上げられている。2003年6月、バルセロナにおいて、7000人の裸のスペイン人を写真に収め、自らの最大規模の撮影を達成した。 2004年6月24日、オハイオ州クリーブランドでは、アメリカにおける最大規模の2754人の姿を撮影した。2004年8月の撮影では、街の中心の駅で1800人の裸体を被写体とした。2005年の7月17日、ニューカッスルの鳩場地帯に集結した約1700人の裸の人々をタイン川の対岸にある、 ゲーツヘッドから撮影した。2006年3月19日、チュニックはカラカスで1500人の裸体撮影を行った。2018年にもメルボルンで裸体撮影を行った。彼の写真の被写体はボランティアであり、見返りにサインが記された写真を受け取る。ありがとうございます。